20分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回は北朝鮮の謎多き死んだタイム BT-M2020 を解説するよ。というか、M2020 に関するデマや嘘を否定するため、北朝鮮の戦車開発史も同時並行でやっていくよ。何言ってんだこいつって思うかもしれないけど、ちゃんと丁寧に説明しないといけないほど、北朝鮮ネタはデマや嘘が横行してるからね。そのせいで動画の長さがペネロペーから、デュエルブリッツミーティアになったよ。ごめんね。それに幕末を描くため、関ヶ原から連載を始めた偉大な先人がいるから、特に問題はないよね。動画に入る前に、一部のオタクくんたちに話したいことがあるから聞いてね。この動画はお笑い北朝鮮軍動画じゃねえから、そういうの好きなやつは画面閉じろよ。あと何でもかんでもハリボテと決めつけるのは、どんな作品でもエヴァのパクリと言って叩く老害オタクと同じだからな。さて時はおそらく1990年代初頭、朝鮮人民軍陸軍は朝鮮戦争以来初と言えるレベルの大問題に直面していたよ。というのも、韓国陸軍で K-1 戦車の配備が進んだことにより、それまで圧倒していた戦車戦力のバランスをひっくり返されたんだ。K-1 の登場がどれほどの衝撃だったか、詳しく説明するね。当時の朝鮮人民軍陸軍主力戦車は、T-54、55シリーズと、国産化した T-62 こと、チョンマホ戦車の2種で構成されたよ。ほぼオリジナルマンマのチョンマ1とそれにバスルを追加した改良型、そしてレーザー速距離を増設したチョンマ2が配備されてたんだ。1990年代初頭には、砲塔に追加装甲などを装備したチョンマ3の生産が始まっていたものの、その性能は K-1 には遠く及ばなかったんだ。まずレーザー速距離と弾道計算機からなる FCS は、詳細不明なものの、当時の北朝鮮にとっては高額すぎて、大量生産できない代物だったよ。実際、チョンマ2と3は、高コストを理由に少数生産で終わったとみられ、現在でも FCS を装備しないチョンマ1が大半を占めているんだ。それに FCS の性能は、ひいき目に見ても、T-55AM や T-62M に装備された FCS、ボルナと大差ないものと考えられるよ。これはボルナの話だけど、弾道コンピュータはあるものの、風速や湿度、風向きなどの各種諸元を戦闘前にダイヤルで入力する必要があるよ。また砲の行負荷は自動で変わるけど、レーザー速距離と砲の照準器が完全に連動しておらず、レーザー速距用の照準器で目標を速距したら、砲塔を操作して照準する必要があるんだ。それに砲塔の追加装甲も、中身は何が入ってるのかわからないけど、せいぜいヒート弾対策の簡易複合装甲が関の山だね。北朝鮮がイランから入手した T-72 グラルは、車体前面にヒート弾対策の簡易複合装甲が採用されていて、それをパクった可能性があるよ。一方の K-1 戦車は、M-1 イブラムスが元になったことにより、あらゆる面でチョンマホシリーズを圧倒していたよ。FCS は風速や風向き、気温や湿度といったデータを常に自動計測し、レーザー速距離と砲の照準器は完全連動してたから、速距すればすぐ撃てるんだ。主砲の 105mm ライフル砲は、2km 先のチョンマ砲を真正面から貫通できる APFSDS 弾も発射可能。装甲も複合装甲が大々的に採用され、チョンマ砲の APFSDS 弾にはもちろん、対戦車ミサイルやロケットのヒート弾対策もバッチリだよ。さらにパノラマサイトの採用、欧主席の熱線映像装置により、索敵能力はチョンマ砲を凌駕し、実戦になればチョンマ砲を先に発見し、一方的に撃破可能と推測されたんだ。おまけに比較的旧式の M48 も FCS の近代化改修が施され、遠距離から初弾でチョンマ砲を撃破可能な性能を有するようになったよ。この K-1 の誕生により、チョンマ砲は戦車で一番重要な突破力を大きく削がれたんだ。たとえ敵陣地を突破できても、機動防御してきた K-1 に負けたら、ゴツめの歩兵や砲兵が K-1 戦車のおやつにされるからね。朝鮮人民軍陸軍の戦略は、朝鮮戦争の快進撃をもう一度。だから、戦車の突破力大幅低下は戦略破綻と同意義だったよ。一方の北朝鮮も手をこまねいてるだけでなく、朝ソ関係が回復した80年代に空軍の近代化に着手、韓国空軍の F4 や F5 に対抗するべく、MiG-29 の大量導入を計画し、地上攻撃機スホーイ25も導入されるよ。要は航空優勢を確保して、脅威となる目標を空から叩けばいいってことだね。そのため空軍に多くの外貨を取られ、陸軍は対戦車ミサイルやマンパッツのライセンス生産といった、
限定的な近代化にとどまるんだ。だけど1991年にはソ連が崩壊し、軍用機どころかあらゆる兵器の輸入ルートが遮断。これによりMiG-29の大量導入計画は頓挫する一方、計画を察知した韓国は F-16 をライセンス生産し、北朝鮮の空軍戦略は崩れ去るよ。ついでに友好国だったルーマニアも、チャウシェスクが国家公認スナップフィルムに出演したことで両国の蜜月はあっけなく崩壊。こうして世界から孤立したため、朝鮮人民軍陸軍は戦車を自力で改良し、空軍力の不足を補うしかなくなるんだ。こうして1990年代を通じて、国家戦略では核と弾道ミサイル、陸軍では K-1 に対抗し得る戦車の開発が重要視されていくよ。まずチョンマ3をベースに、T-72 の 125mm 滑降砲を乗せたチョンマ砲が誕生。この時点で 125mm 滑降砲のコピーに成功したけど、T-60 に車体に乗せるには無理があると判断されたらしいね。というか、砲塔のリング口径や、エンジン馬力とかを考えると、チョンマ砲は試験機みたいなものと予測されるよ。多分、125mm 滑降砲を装備する際の車内レイアウトや車体の重量バランス、車載時の弾道特性や反動などのデータを収集するための戦車だね。2000年には主砲を 115mm 滑降砲に戻し、溶接砲塔を採用したチョンマ98。2001年にはその量産型とおぼしきチョンマ214が完成。2002年に、天輪を1組追加し、車体を延長したチョンマ215が完成するも、T-72 の車体を使った方が良いと判断されたためか、極小数の生産で終わるんだ。2004年には、車体だけ T-72 のチョンマ216個と、コッパンホの量産が開始。2009年に T-72 の北朝鮮版であるソングンホこと、ソングン915の生産が開始され、K-1 にある程度対抗し得る戦車の保有という悲願が達成されるよ。と言っても、コットン砲は T-62M を若干上回る程度、ソングン砲はせいぜい T-72B 程度の性能しかないとされ、第三世代戦車の K-1 と同等の性能はないんだけどね。むしろ開発に手間取るうちに、K-1 が1000両以上も量産されるし、K-1A1 や K-2 の登場によって、状況はさらに悪化していたよ。おまけにコットン砲やソングン砲の生産は、2010年代半ばになるまで遅延、もしくは一時中断するほど不安定だったんだ。特にソングン砲の生産安定化にはかなり時間がかかったらしく、性能の劣るコットン砲が2020年代まで生産された可能性まであるよ。これはソングン砲とコットン砲の生産を担う既存戦車工場が、この2両の車体を流用した派生型の生産に追われ、戦車の製造に集中できなかったというのが原因だよ。その派生型も NK9 こと M2018 次装砲や KN19 地対艦ミサイル発射機、 KN18 戦術弾道ミサイル発射機など、どれも重要度が高い車両ばかりなんだ。結果、アメリカ陸軍省の資料によると、2020年時点でソングン砲の生産数は200両、コットン砲は600両と戦車総数に比べれば少ないままなんだ。特にソングン砲の生産数は北朝鮮にしては少なすぎると言えるね。こうして戦車戦略の差が開く一方の中、2012年に金正恩政権が発足。金正日政権では外貨と外交カードを獲得するため、弾道ミサイルと核開発にほぼ全力を注いでいたけど、金正恩政権では戦車を含めた通常兵器の近代化も重要視されていくんだ。よく誤解されることだけど、核兵器は外交カードとして使えるだけで、実戦では何の役にも立たないからね。こうして詳細は謎なものの、2010年代を通じて開発が進み、2020年10月10日の朝鮮労働党創建75周年軍事パレードでは、増加試作車10両が参加。そして2024年現在も開発が続けられているよ。さてここからは、そんな M2020 の性能を見ていこうか。と言っても、公式からろくに情報が出てないので、考察に考察を重ねていくけどね。もはや旧エヴァ並みの考察違法建築だよ。デザインは T-14 の影響が強いけど、ソングン砲の特徴も色濃く残しているため、間違いなく北朝鮮が独力で開発したものと断定されてるよ。イランから入手した T は地銃やゾルファガールさん、ウクライナから入手した戦車を参考にしたという話は、キム・イルソンが宿地砲を使って日本軍相手に大勝利した話を信じるのと同じだよ。というか、イランは T は地銃を持ってないし、ウクライナは北朝鮮と取引するメリットなんかないよ。冷戦時代の北朝鮮なら、
第三国経由でソ連製兵器や西側兵器を入手できたけど、現在では国連制裁による監視が非常に厳しく、戦車といった大型兵器の輸入は2024年現在ではロシア以外からは不可能になってるんだ。ちなみに80年代や90年代初頭に北朝鮮からチョンマフを買った国にはイランやエリトリアがあるけど、エチオピア野郎もいるよ。話を戻すと、車体は孫文歩車体を延長し、天輪を一つ追加したもので、その証拠に左側のエンジン排気口、車体中央の操縦席と孫文歩の特徴が色濃く残っているよ。ただしフェンダー部分を長くした弊害で地面と接触する事故が多発したらしく、試験運用中の車両はフェンダーベコベコで板金7万円コース不可避だね。ひどいのになるとサイドスカート脱落者まで出ているよ。他にも天輪が D62 ベースのものから新規設計のものになったり、2体も新設計のダブルピン形式のものが採用されるなど、細かい変更点が多いのも特徴だね。砲塔は溶接砲塔を採用。溶接砲塔は複合装甲を採用した際、スペースを有効活用しやすくて防御力を稼ぎやすいメリットがあるよ。モジュール装甲を採用しておらず、アクティブ式防護システムの搭載を前提にしたという設計も特徴的だね。一見すると M1 っぽく見えるけど、実際は T14 の砲塔を参考にした可能性があるよ。ちなみに北朝鮮の量産戦車で溶接砲塔を採用したのは M2020 が初めてだと考えられるね。チョンマ216の砲塔は溶接砲塔と言われることも多いけど、実際は鋳造砲塔に簡易複合装甲を追加したものとされているよ。乗員は社長、車主、装填手、操縦士の4人体制なのが2024年3月の競技大会にて確定。また砲塔内の乗員配置も孫文歩から変わっており、社長と砲士は砲塔に向かって左側、装填手は右側に座るよ。 T72 の自動装填装置を採用しなかった理由は不明だけど、作者は整備性と生産性の悪化を避け、開発失敗のリスクを減らすためと考えてるよ。なぜそう考えるのかというと、自動装填装置は車体の設計にがっつり関わるのが理由だよ。自動装填装置の開発失敗は計画の大幅遅延どころか、戦車そのものの開発失敗につながりかねないから切り捨てるのも仕方ないと思うんだ。実際ストライカー MGS もどきは最近姿を見せないため、自動装填装置が原因で開発が頓挫したのではと言われてるよ。手法は T72 グラルの手法である2026をコピーしたものか、それを元に独自改良した 125mm 滑降砲を装備。ただし北朝鮮が独自開発した 120mm 滑降砲の可能性も捨てきれないよ。搭載する弾薬についても、オーサンダーフォーラムだと中国から入手したものをコピーしたものと推測されてるけど、中朝の軍事的交流は80年代後半からは完全に途絶してるから絶対ありえない話だよ。それに独自開発した 120mm 滑降砲の可能性も捨てきれない以上、威力については断言できないので省略。砲塔右側には折りたたみ式の2連装対戦車ミサイル発射機を装備。装備するミサイルはおそらく QM133 コルネットをコピー生産したプルセサンで、最大 1000mm の貫徹力を誇るから K2 に対する切り札と言えるね。他には同軸機種のほか、装填手ハッチに自動的弾銃が装備されてるけど、車長用パノラマサイトの設置位置が悪く視界を遮ってしまう設計ミスが指摘されてるよ。だけど2024年3月の競技大会でも相変わらず装備されてるので、何らかのドクトリンに基づいて撤去してないと思うんだ。ちなみに北朝鮮特有の後付け式対戦車ミサイルやマンパッツタワーだけど、パレード以外での装備例が一切確認されてないよ。作者はいろいろ考えたけど、単に高級装備だから演習時の破損を防ぐため取り外しているだけだと思ってるよ。マンパッツタワーについては孫文歩と国訓歩はよくわからないけど、 M2020 ではパノラマサイトを装備する都合上、視界確保のため非搭載のままなんじゃないかな。 FCS は情報が少なすぎて謎としか言いようがなく、起源が何なのかすらわからないよ。一応シリア軍の T72 が装備するイタリアのガレリオ社製 FCS であるTURMST との類似が指摘されてるけど、コピーという確証もないんだ。社長用パノラマサイトや砲士用サイトはかなり似てるけど、内部映像とか公開されないと設計がどうなってるかもわからないからね。それにオリジナルにはなかったレーザー測距儀を用いたミサイル誘導システムや、なぜか社長用パノラマサイトにレーザー測距儀とミサイル誘導システムを装備しているという話を聞くと、完全なコピーとも言い難いね。
ナノデコピーと決めつけず、外装品からその性能を簡単に考察していくよ。まず方向には方針の歪みを検出する方向消防装置を装備、また環境センサーも孫文歩や国間歩の改良型を装備していると推測されるよ。これら装備により、FCS は環境センサーや方向照準器と自動連動してると思うし、即去すれば即時に出るほどの性能を有してると考えるのが妥当かな。社長席と報酬席にはそれぞれが目標を捜索できるパノラマサイトを装備してるので、報酬が目標を捕捉してる間、社長は別目標を捜索、捕捉できるハンターキラー能力もあるね。レーザー測距器はパノラマサイト内蔵式に変わり、暗視装置も以前のアクティブ式からパッシブ式に変更。これにより赤外線察知ライトも廃止されてるよ。もしも M1 エイブラムスと同じような熱線映像装置がついてる場合、夜間の視界性能はもちろん昼間でも索敵に使えるから索敵能力が大きく向上してるよ。総合的に見れば第三世代相当の FCS と思われるね。簡単に言えば、敵目標をセンターに入れて即去すれば自動で砲の行区画が調整され、あとは圧だけって感じだね。それにチョンマホシリーズで蓄積された電子工学ノウハウも反映されてるだろうから、初段の命中率は既存の北朝鮮戦車と比べかなり高いものと推察できるよ。これは K1 や K2 にとって脅威になることだね。たとえ APFSDS の弾心が鋼鉄でも、当たりどころが悪ければ戦闘不能になるし、貫通しなくても乗員にかかるストレスは相当なものになるからね。それと FCS をハリボテという人もいるけど、それは断じてないというよ。北朝鮮の IC 産業は侮ってはいけないレベルなんだ。1998年より北朝鮮では IC 産業の育成を優先課題とし、2016年の経済制裁後も中国企業と連携しながらコンピュータやスマホの組み立て工場を設立しているよ。このコンピュータやスマホは OEM 生産、略すと相手先ブランド製造で作られたもので、ブランド先の技術をパクれるので国内 IT 産業を躍進させるきっかけにもなるよ。北朝鮮 IT 産業の元凶という論文内では、ノキアが OEM 生産で技術力をつけた例を紹介し警鐘を鳴らしているね。半導体に関しては集積率 20% の小規模集積回路すら量産できない貧弱さだけど、部品を組み立てるノウハウは高く、無人プリント基盤生産工場もあるため部品さえ手に入れれば FCS を生産できるんだ。事実、国間歩や孫文歩が装備するレーザー測距器と環境センサー、レーザー警報装置はデザインが類似するものが他国になく、北朝鮮国内で設計と製造が行われたものと言われているよ。プログラムに関してはよくわからないけど、ストームワークスで個人が簡単な戦車用 FCS を作れる時代だし、国家が作れないわけがないと思うよ。エンジンは T72 が搭載する最大780馬力の V46 ディーゼルをコピーしたものと作者は考えるよ。海外のウォーサンダッコメだと最低1000馬力はないとパワー不足だし、新型戦車を開発するとは思えないと書かれてある記事があるけど、エンジン馬力なんて簡単に増やせるものじゃないし、コピー生産と新規設計では難易度が桁違いだよ。特にディーゼルエンジンはシリンダー内で燃料と空気を圧縮爆発させて動いてるから、より高い耐久性の合金が必要となるからね。この合金開発はトライアンドエラーの繰り返しなので、研究ノウハウがないと非常に時間がかかるし、量産ともなれば部品精度も関わってくるので、より問題が複雑化するよ。エンジン作るのがどれほど大変かというと、ケンリー・フォード最大の功績が T 型フォードの量産ではなく、エンジンに適した合金の開発やエンジンブロックを鋳造で量産する手順の確立だといえばわかるかな。それに車体が孫文歩の特徴を受け継いでいる以上、搭載するエンジンも同じだと考えるのが妥当だよ。走行はおそらく複合走行だけど、西側のように APFSDS 弾に頼るものではなく、キーと弾対策に重点を置いたものと考えるのが妥当なところかな。一応 T72 ウラルでも車体前面走行はガラス繊維をフェノール樹脂で固め、それを後半で挟んだ簡易複合走行だから、複合走行自体は北朝鮮も入手していたんだ。だけど西側の高速セラミックのような高品質のセラミックをチタン合金で締め付けるプレートを1両分だけでも何十個も用意することは北朝鮮には不可能だよ。技術的にはできても、そのあまりの値段に戦車の走行代だけで国が破産しかねないからね。実際 T は地重油の高等走行は炭化ケイ素セラミックをチタン合金で高速する複合走行で、
M1 イブラムスに見劣りしないものだったけど、あまりの高コストからろくに生産が進まなかった話があるよ。最近の写真だと爆発反応装甲を追加したり、後頭上面の非爆発反応装甲部分が増設されてたりと、車体装甲だけでなんとかしようという意図は見えないね。車体前面には量が所々見えることから、複合装甲の上に非爆発反応装甲を追加しているようだね。非爆発反応装甲は後半の中にプラスチックやゴムなどの爆発しない充填剤を密閉したプレートを何層も重ねたものだよ。ここに ATFSDS やヒート弾が着弾すると、着弾時の衝撃波で内部から外側へ膨らんで、ヒート弾のメタルジェットの直進を妨害し、 ATFSDS の入射角をずらして貫徹力を下げるんだ。爆発反応装甲と比べ、周りに破片を撒き散らさないため安全で、メンテナンスも簡単に済むよ。そして M2000 に重災害の特徴の一つに、アクティブ式防御システム、いわゆる APS が採用されているよ。M2020 の APS は、車体前面と側面に装備された合計12個の発射体と、4個のレーダーから構成されるんだ。APS はイスラエルのトロフィーしか実用例がないという反論もあるけど、80年代にソ連がドローストー APS を実用化しているため、これは誤りと言えるね。映像では RPG-7 の迎撃に成功しているので、少なくともハリボテではないよ。それに競技大会参加車両は、爆発反応装甲が作動しても損傷しないよう、レーダーの装備位置が変えられているため、パレード限定装備というわけでもなさそうだよ。ただし発射体の装備位置の都合で、車体後方からのミサイルやロケット弾は迎撃できないよ。レーダーも技術的問題からか、360度を警戒できるような配置になっていないんだ。それに ATS は破片を周囲に撒き散らすため、随伴歩兵や周辺車両に多大な損害を与えるよ。実際ドロースト ATS も迎撃率は高かったけど、よりにもよってアフガンで使ったせいで随伴歩兵民事機になり、爆発反応装甲の方がコスパ良いってことで一度不採用を食らってるからね。あと ATS とレーダー搭載による配線の都合か、後頭装甲はモジュール式ではないらしく、 ATS 発射体開口部という明確な弱点ができてるよ。ここに被弾すれば貫通確定で、下手すれば発射体の誘爆で大惨事になるんだ。ただ最初から ATS を搭載するのを前提に砲塔を設計してる事実から、 ATS の開発に力を入れなきゃいけない何らかの理由があると思うんだ。作者はエンジンの馬力不足も視野に入れたけど、一番の理由は朝鮮人民軍陸軍の戦略にあると考えたよ。要は冒頭で言った朝鮮戦争の快進撃をもう一度っていうやつだよ。これを実現するには戦車を前面にひたすら進撃する必要があるけど、そうなると陣地に配備された歩兵形態式対戦車火器が一番の脅威になるんだ。ロケットやミサイルは回避が困難だし、当たりどころが悪ければ即戦闘不能になるから、やや歪な設計になることも承知の上で、ミサイルなどを叩き落とせる APS の装備に舵を切ったと思うんだ。ちなみに爆発反応装甲は、砲塔前面だと中型のもの、砲塔側面なら ATFSDS 弾芯をへし折れそうな大型のものを装備してるよ。ここまで M2020 を見てきたけど、その性能は初期の第三世代戦車に現代の技術を足して、なんとか K1 に対抗可能にしている感じだね。その性能も外見から推測しているだけで、実際は FCS の信頼性や C4I システムの有無など、見えないところで問題を抱えている可能性もあるよ。それに K1 もアップグレードによって C4I システムや新型 FCS を装備しているため、相対的に M2020 の戦力価値は下がっているのが実情だよ。だけど苦難の行軍を起こした国がこれほどの戦車を作れたのは恐ろしいとしか言いようがないね。それに M2020 の開発は決して無駄ではない理由がいくつも挙げられるんだ。さてここからはそんな M2020 の今後について予測しようか。まず M2020 は2020年のパレードで登場後、2024年現在に至っても本格的な配備には至ってないよ。それでもキム・ジョンウン自らが M2020 を操縦している以上、開発優先度は核兵器と同レベルで、数年以内の量産化も内定してるんじゃないかな。 NK ニュースによると、2020年末より既存戦車工場の拡張工事が行われており、これが完成次第 M2020 の量産が始まるとされているよ。 M2020 は多数の新規パーツが必要ということもあり、専用のジグや生産ラインを一から作る必要があるとされるので、工場の拡張まで盛り込む大事業になってるのかもしれないね。ここまで計画が大規模になった理由は、
ケーマン戦車に対抗できるという性能以上に孫文穂の量産での失敗があると作者は考えてるよ。孫文穂は派生型が多すぎたから生産も遅延したし、パーツも派生型同士で奪い合いになってると思うんだ。それに工場側の生産能力も限界に達してろくに生産できなかったしね。なので他の車両に流用しない分、 M2020 のパーツ供給は比較的スムーズにいくし、生産も孫文穂ほどに遅延しないのではと思うよ。もちろんエンジンと FCS というボトルネックはあるけどね。そして M2020 では旧式の T55 やチョンマホの代替こそできないものの、韓国への抑止力として機能するのが重要だね。 M2020 は今までの北朝鮮戦車とは段違いの性能を有しているため、韓国軍も戦力配備を見直す必要があると思うんだ。韓国陸軍からしたら K2 の配備が遅れている中、 K1 に対抗可能な戦車が現れた状況だからね。 M2020 の量産と配備が進めば、韓国陸軍は K1 戦車の近代化改修前倒しや戦車低水準を強いられるよ。そうなれば軍事費増加という形で韓国経済に少なくないダメージを与え続けられるんだ。北朝鮮側だけが射決するレベルの血を吐きながら続けるマラソンだけど、こういうことを真面目にやったのが冷戦時代で、今でも北朝鮮は冷戦時代を生きてることを考えれば、こういう嫌がらせは金正恩政権のメンツも相まって重要になるからね。それに先日のイランによるイスラエルへの大規模攻撃で、戦術弾道ミサイルさえもほとんどが叩き落とされた以上、北朝鮮の戦略も見直しが強いられているよ。そうなると依然として抑止力を提供する戦車の重要性はおのずと増してくるから、 M2020 にとっても量産化への追い風になると思うんだ。なので足的には M2020 は情報少なすぎて性能は断言できないけど、抑止力の形成という兵器で一番重要な仕事をこなしている侮ってはいけない戦車と評価するよ。まあ扱い的には第二次世界大戦直前の各国親衛戦艦みたいなものだね。それでも両国の戦車とも実戦を経験してない以上、性能は未知数という抑止力バフはバカにできないものだよ。少なくとも今のロシア戦車に比べればブランドイメージは高いんじゃないかな。今回はここまで。正直不良すぎて途中からゲーム逃げ出したレベルなので、北朝鮮に謝罪と賠償金を要求したくなったね。海外サイトだとプロパガンダ広告で性能は決して高くないとは言われるけど、性能が低いのと刑事や実戦で役立たずはイコールではないため、いろいろと考察したのが原因だよ。それに情報が少ないことをいいことに好き勝手言えるのも大問題となってるよ。妄想やソース不明情報を垂れ流す動画がサジェスト上位に入るとデマがますます広まるどころか、それが誇張して一種の神話になってしまうからね。これの何が一番問題なのかは、真っ当な研究者の記事や論文がデマに押し流され渦漏れてしまうことだよ。なので動画という情報を固めて発信しやすい媒体でいろいろと考察した結果、こんなに長くなってしまったんだ。ここまでいろいろ言ってきたけど、結局は北朝鮮を舐めるなという一言を理由付けするため、様々な解説と考察を入れた結果がこの動画になるね。とりあえず宮本武蔵のことわざ、自分を舐めた奴は必ず俗滅、相手を舐めたら自分だ俗滅の武士道精神をオタクくんたちは忘れないでね。次回はハンガリーのチハタンでもやる予定だよ。いいね、高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。